はい、皆さんこんばんは、シスです。というわけでダブルガチャ、今度はこちらラゼム編の方ね、果たして性能面から見て引くべきかどうか詳しく見ていこうと思います。いや、アポロン編の評価動画出したんですけど、最注目はキャンディというお話させていただきましたが、こちらのガチャにもキャンディに匹敵するくらい、ちょっとね、私が気になってるスタイルがいます。特にね、使い方次第で結構化けるなという感じもしており、そのあたり詳しく話していこうと思います。でね、最近とにかくアビリティがややこしいじゃないですか。結局どうなのと、なんかいろいろ書いてあるけど結局何パーになるのとか、どのくらい火力出るの、どのくらい火ダメ軽減になるのっていうのをね、そのあたり詳しく話せたらいいかなと思っております。評価の方はいつも通りこちらの表、高難易度中心に追憶の幻灯状、他高難易度将来性、そして周回シーレ以外の過去の限定スタイルは非常時前提での評価を記載しておりますが、もし持っていたらどうかという部分は動画の中で詳しく話していこうと思います。あくまで私の独断と偏見による評価にはなりますが、皆さんがガチャを引く際の参考にしていただければ幸いです。では早速見ていきましょう。さあ、まず1体目、1体目はラゼムから。ラゼムはとにかく前の体術スタイルがかなり人権だったじゃないですか。果たして今回の体験スタイル、どのくらい強いのか。精神は 91%、 まあギリギリ普通ぐらいかな。で、耐性は陽にプラス25のボーナスがついております。そしてアビリティの方、ヨダメ上昇が基本 50% から 100% で、さらにそれに加えてウィーク相手、敵の耐性がマイナス35以下の属性でこちらが攻撃した場合、1ターン目 50%、 さらに4ターン目になると 200% まで上がると、これが加算されていく形になります。なんでウィーク相手には最終的に合計 300% 近いヨダメ上昇になります。ちなみにこのウィーク時のヨダメ上昇効果は新しい効果なので、正確な数値が分かり次第コメント欄のトップにね、記載しておこうかなと思います。おそらくね、これ多分 50% ずつ上がるかなとは思っております。そして火ダメ軽減、こちらもちょっとね、触れるんですけど、30から 51% くらいです。詳しく言うと、1、2ターン目が 30%、 3、4ターン目が 51% で、5ターン目 30%、 6、7ターン目 51% みたいな、3ターン中2回 51%、 3ターン中1回 30% みたいな形になっております。まあ悪くない火ダメ軽減値を持っているかなとは思います。そしてバトル開始時、自身のオーバードライブゲージを満タンにする、オーバードライブ満タンからスタートと。で、ここからでしょう。ターン開始時、自身に唐津の紅葉を付与1ターン。つまりラゼムは基本的に常に唐津の紅葉状態にあります。で、この効果っていうのが、自身以外の味方生存者が攻撃を受けた時、自身に攻撃強化 10% を2ターン、自身の BP をプラス1となっております。これがかなりすごいです。例えばラゼム以外の味方が5回殴られた場合、ラゼムの BP が5回復します。そして攻撃強化 50%×2 ターンがつくと、とにかくね、この BP 回復効果っていうのがかなりでかい。ちなみに懸念点というほどではないかもしれませんが、ラゼムの技にディレイがないのがね、ちょっと残念だったかもしれません。本当は最近実装された覆面みたいな感じ、敵の攻撃をひたすら受けて、ラゼムの火力がしっかり上がった後にディレイでラゼムがね、攻撃するっていうのが本当はね、火力的には理想だったのかもしれませんが、いかんせんディレイ技がないと。一応バックコンセントレーション陣形でディレイ運用すれば、カラスの紅葉のね、この攻撃強化を最大限生かすことは可能です。そしてしっかり追撃も持ってきております。まず確定追撃、タイプが攻撃である技術を命中させた時、技1フラッシュブレードがランク1で発動と、威力 E の単体、自身の腕力知力を 15% 上昇と。まあ威力 E なんでそこまで強くないですけど、確定追撃で、さらにオーバードライブ攻撃を発動後、技3唐津の紅葉錦切りがランク1で発動します。こちらも確定追撃なんですが、
オーバードライブ攻撃時限定、ただ威力は 4S 単体とかなり強くなっております。 BP は12スタートで、カラツの紅葉の効果で自身以外の味方生存者が攻撃を受けた時、自身の BP プラス1します。今回のラゼムは火力キャラで来ておりますね。そして技の方、まず一つ目、覚醒すると BP0、 威力 E の単体、自身の腕力知力を 25% バフ、通常攻撃の代わりに打つ感じかな。そして二つ目、覚醒すると BP5、 威力 D の単体、自身に唐津の紅葉を付与、効果一ターンと。まあ一ターンなんですが、アビリティに合った唐津の紅葉、これがね技でもかけることができます。まあ味方が5回殴られれば BP5 返ってきますから、攻撃回数が多い敵に対して術2を使ったら、まあ、実質 BP 無料で打ってる感じになるかもしれません。そして最後、覚醒すると BP12、 威力 4S の単体となっております。そして運用の方、ラゼムねちょっと面白い運用があります。まず一つ目、運用例1、技1技3ループ、確定の威力 E 追撃、そしてここにはね書いてませんが、オーバードライブを打ったターンはさらに 4S 単体の追撃が発動します。そしてやはり注目ポイントは余ダメ上昇でしょう。ウィークを取れてる相手には 300% 近くまでいきます。なんでね、火力追撃もあるし、火力は結構出そうです。でさらにね、あの腕力知力バフも毎ターンかかりますから、火力バフもかなり高い。まあただ同じ火力スタイルでも最近はね、追撃が多いスタイルがね火力かなり出すんですよ。タッチ穴とか、まあそれ系と比べてしまうとちょっとねダメージは出ないという感じにはなってしまうかもしれません。でもう一つ運用、技1の代わりに技2を使った、技2技3ループ、まあ術2技3ループって言った方がいいのかな、術ですからね。敵の攻撃回数が多い場合、まあ術2がねほぼ無料で打てたり、むしろ逆に BP が回復してくれたりする場合もあるかなと思いますから、そういう場合はこちらの方がさらに火力高くなっていいかなとは思います。そして最後、運用例3、これが本命ではないかなと思っております。持っていたらですが、体術ラゼムから共鳴光明拳を継承してきて、これを連打する運用、毎ターン味方が6回殴られれば一応連打可能、まあ、そこまで殴られなかったとしても BP 配布キャラと合わせれば毎ターン共鳴光明拳を連打できるかなと思います。でその際、この技の効果により全体火ダメ軽減 36% をかけながらの火力も出せるスタイルとなることができます。ちょっとしたアルカイザーみたいな感じ。アルカイザーもね、同じく味方全体 36% 軽減から火力出すっていうね。ちなみに運用例 1-2 の場合は、抜根陣形のディレイ1において火力上げてもいいんですけど、この運用例3の場合はなるべく先制を取りたいと、むしろ先制は絶対取りたいくらいなんで、ディレイ陣形には置かないようにお願いいたします。そして継承候補、まあ今言った共鳴光明拳の全体火ダメ軽減とか、あとはね慈悲の光の全体回復があったり、リリーフゾーンの精神バフ、ダウン解除があったりとかね、とにかく継承技がかなり面白いスタイルとなっております。そして評価の方、追憶の幻灯上最高評価20丸としました。いいところは自身がそこそこ硬くて火力も出せるところで、さらに継承技が優秀。まあ今来てる復刻ガチャで体術ラゼムをあえて取りに行くかと言われたら迷う部分もありますが、体術ラゼム持っていれば全体火ダメ軽減もしくは全体回復もできて、運用の幅がかなり広がるかなとは思います。そして私が最も注目している捕獲高難易度将来性、ここが丸以上つくと引くかどうか検討しているんですが、今回ね継承込みで三角評価としております。継承なしだとただのアタッカーでいまいちな気もするんですが、継承ありだと先ほどの運用例のようにちょっと面白いことが可能です。良い点はやはり全体火ダメ軽減 36% しながらの火力運用、まあ、すごい火力が出るっていうわけではありませんが、アルカイザーにねちょっと近い運用ができるというのが面白いところです。
で一方で懸念点はアルカイザーは全体火ダメ軽減 36% に加え全体極小回復、さらに全体回復特定のターン全体を硬くしたりと他にもすごいいろいろ効果がありますからアルカイザー同等まで補助性能が高いかと言われたらそうではないところ、まあアルカイザーと同等くらいの動きができたら丸以上の評価だったんですけど、まあ疑似アルカイザーみたいな感じで少し評価を落として継承込み三角評価としております。あともう一つ懸念点は弱点を取れないと火力が落ちるところ、そこもね汎用性が落ちるので少し気になるところではあります。で最後に周回、一応1ラウンド周回では 4S から追撃 E がありますから多少ダメージは出せるかと思い少しだけね評価しましたけど、まあ1ラウンドダメージに関しては上には上がたくさんいるというところで高い評価はしておりません。そして次こちらのガチャの本命でしょう、ダリアス見ていきましょう。精神が 104% 高いですね。そして耐性は普通で、アビリティの方まとめると余ダメ上昇がなし、火ダメ軽減は技に対して 30%、 術に対して 65% となっております。火力はないですが術に対して硬いっていうのは結構いいですよね。でバトル開始時味方生存者全体のオーバードライブゲージを満タンにし、味方生存者全体にオーバードライブ攻撃の余ダメ上昇 50% 永続を付与し、味方生存者全体に竹縄永続を付与します。竹縄はオーバードライブ攻撃時自身の腕力体力素早さを 15% バフというものになっております。まあね、バトル開始時にいろんな効果が出ると、でいろいろあるんですがやはり注目は全員オーバードライブが溜まった状態でバトル開始できるところ。バルテルミーも同じ効果持っていたんですがこれ意外と便利だったりします。まああまり難しくない感じの高難易度でオーバードライブでぶっぱで短期決戦するというのもありますし、あとはフリクエの何手以内をクリアするときに必要なキャラだけオーバードライブを解放することで簡単にクリアできたりとね、そういったところでも使えますし、もちろんね最近のオーバードライブ攻撃時効果を持ったスタイルがもう1ターン目からねオーバードライブ攻撃できるっていうのはかなりいいところであるかなと思います。でダリアスとにかくいろんな効果があるんですよ。味方生存者全体に竹縄をかけたじゃないですか。今度は自身バトル開始時自身に宴の主催を付与永続。宴の主催っていうのはターン終了時味方生存者全体のオーバードライブゲージを 15% 上昇させ自身の BP をプラス2するものとなっております。キャンディーも持っていましたが味方のオーバードライブゲージを回復する効果、最近オーバードライブ時の効果を持ったスタイルが多いのでこれは結構面白いと思います。キャンディーと違ってオーバードライブを使ったターンもオーバードライブゲージが回復するっていうのがいいですよね。ただ一方で上昇量は 15% と控えめになっております。でさらにバトル開始から数えて5の倍数のターンの終了時自身にもてなし役永続を付与上限2回。基本的にダリアスが倒れていなければ5ターン目と10ターン目の終了時にこれが発動します。でもてなし役っていうのがターン開始時味方生存者全体の腕力知力を 15% バフし味方生存者全体に攻撃強化 15% を1ターンを付与し自身の BP をプラス2するものとなっております。11ターン目以降はもてなし役が2枚乗っておりますからこの効果というのが毎ターン2回発動するようになります。だからね BP 回復量すごいんすよ。もてなし役2回発動したから BP それでプラス4でしょ。でもともと宴の主催の BP プラス2もありますから BP10 スタート、1ターン目から5ターン目は毎ターン BP5 回復、6ターン目から10ターン目は毎ターン BP7 回復、そして11ターン目以降は毎ターン BP9 回復キャラとなっております。とにかく BP 回復量が異常に高いでね、もうアビリティ複雑すぎるよと、もっと簡単に分かりやすくしてほしいんですが、まあどういうキャラかというと
めちゃくちゃ高い補助性能を持っているキャラクターとなっております。運用例のところでもう少し分かりやすく整理できたらいいかなと思っております。そして技の方、いやー技もねとにかく長いんよ。覚醒すると BP3 の補助技、味方1体に対し防御強化 15% を3ターン、ターン終了時 HP 極小回復を2ターン、さらに 37% の確率で攻撃強化 50% を3ターン、 37% の確率で回避1回効果2ターン、 37% の確率で BP プラス5をかける効果となっております。まあいろいろありますけど、基本的にはまあ耐久不安のスタイルにかけてあげたりするような感じなのかな。効果が確率発動するものが多いっていうのもちょっと懸念ではありますよね。でまあこれはいいんですよ。メインで使うのはこちらでしょう。技2、覚醒すると BP9 の補助技、こちらは味方全体、味方生存者全体に防御強化 20% を3ターン付与し、味方生存者全体の HP を極小回復、さらにランダムな味方生存者1体に対し攻撃強化 50% 3ターンを付与し、ランダムな味方生存者1体に対し回避1回効果2ターンを付与し、ランダムな味方生存者1体の BP をプラス5するものとなっております。この技2の効果が結構高い、結構優秀ですね。そして最後、もうこれは使うことないでしょう、火力技も持ってきております。 BP9 威力 SS 単体、攻撃前自身に攻撃強化 30% 2ターンを付与します。そして運用の方、もうこれでしょう、技2を連打。まあ5ターン目までは2ターンに1回くらいしか BP 的に打てないんですが、11ターン目以降は連打可能になります。でね、もちろん BP 配布スタイルと組み合わせれば、最初から毎ターン技2を連打することも可能です。でもしこの技2が連打できた場合、この技の効果で全体火ダメ軽減 49%、 全体極小回復毎ターン1回発動となります。そしてさらにランダムな味方生存者1体に対し、攻撃強化 50% 回避1回 BP プラス5と、1体が強くなる。ビューネの12ターン目以降の全体火ダメ軽減が 47% ですから、それにね、近いというかそれを若干超えるくらいの軽減率があると。まあジェラールはね 60% くらいまでいくから、ジェラールまではいかないですけど、結構ね高い効果があります。でさらにアビリティの方でオーバードライブゲージを毎ターン 15% 味方全体に配りますし、6ターン目以降であれば全体4ダメ上昇 15%、 さらに全体バフとして毎ターン腕力値力 15%、 11ターン目はこれが2回発動しますから、まあ、30% と、総合的に見てかなり高い補助性能が出ることが分かります。ビューネやジェラールと違って BP 配布さえしてあげれば最初から高いサポート性能を発揮できるというところも強みかなと思います。でビューネジェラールと比べた場合、イメージとしては全体の防御貢献と火力貢献度がやや下がった代わりにオーバードライブゲージ配布がついたような印象、そして継承候補は特になくてもいいかなと思います。で評価の方、追憶の検討上丸から20丸としました。良い点は特に防御面において非常に高いサポート性能があるところ、懸念点は斧には BP 配布スタイルがないから本領発揮するのが遅くなってしまい、長期戦にはならない追憶とは若干相性が悪いところ、ちょっとねそこが気になってわずかに評価を下げましたが、基本的には追憶で非常に活躍できるスタイルかなとは思います。最近斧はね強いスタイルがたくさん来ておりますが、まあ、バルマンテとかソープ、火ダメ軽減系のキャラを持っていないというのであればこのダリアス欲しくなるかもしれませんね。そして私が最も注目している捕獲高難易度将来性、ここが丸以上つくと引くかどうか検討しているんですが、今回ダリアス丸評価としました。サポート性能がやはり非常に高い。ただ最近はジェラールとかビューネ同じような高スペックサポートキャラ来ておりますから、そこまでインパクトは感じなかったというのが正直なところでもあります。
それでも丸評価と高く評価しているのは、やはりこの高いサポート性能に加えてオーバードライブゲージ配布があるところ。このオーバードライブゲージ配布という部分が他のスタイルとの差別化要因で面白いと思います。まあね、上昇量は 15% と控えめではあるんですけども、一方で懸念点は火力貢献度が低めなところ。最近の高難易度は火力も重要なんですよ。まあ、ジェラールとかはね、火力貢献度非常に高かったんですが、ダリアスはサポート特化という感じもします。もちろんね、ダリアスもオーバードライブゲージ配布やオーバードライブ時の火力補助バフなどいろいろありますから、全然悪いというわけではないんですが、もう一声あったらよかったなみたいなね、ところも若干感じたりはします。ただまあ、オーバードライブゲージの回復があるからね、キハチみたいなスタイルと並べてあげると、オーバードライブ時に火力めっちゃ上がりますから、組み合わせ次第では火力面が少ないと弱めというデメリットは軽減できるかもしれません。そして最後、いやー、ツイッターでちょっとね話したんですけど、なぜ神の性能こうなってしまった、精神 91%、 まあ普通かな。で、属性の方は熱霊雷陽陰にプラス10のボーナスがついております。そしてアビリティの方、いや分かりやす、ダリアスもこれを見習ってほしいわ。よだめ上昇が基本 30%、 ウィーク相手にはさらに 40%、 範囲攻撃を打った場合はさらに 40% となっております。で、火だめ軽減が 25%、 そして自身のすべての攻撃がクリティカルになります。これね、ちょっと騙されやすいんですけど、クリティカルって聞くと一見強そうに感じますが、実際のところはただよだめ上昇 20% がつくだけと、あまり大きな効果はありません。で、 BP が13スタート、対象を倒した時 BP プラス10回復、分かりやすい周回キャラ。そして技の方、まず一つ目、覚醒すると BP13、 威力 A の全体、なぜ威力 A?S くらいにしてほしかったな。そして2つ目、覚醒すると BP13、 威力 A の縦1列で2回攻撃、威力 A の縦技が2回発動します。これ結構火力出ますね。で、技3、こちらは同じく BP13 で、技2が縦1列2回だったのに対して、こちらは横1列2回となっております。まさかの縦横周回特化。評価の方、追憶の厳冬上×こちらはね、敵を倒さないと BP 回復しないので使いにくいと思います。そして他高難易度、こちらにも高難易度用のスタイルではないので×としております。で、問題の周回ですよ。1ラウンド周回は微妙、じゃあ2ラウンド周回はどうかというと、2ラウンド単体周回、粛清を継承しても微妙に火力が足りない。じゃあ2ラウンド全体の方はどうか、技1だけだと微妙に火力が足りないらしいです。2ラウンドの単体周回と全体周回がギリギリできないことがあるというと、結局今安定してできるのは2ラウンドの縦横周回だけ。まあ、最近はね、縦横周回も増えてきておりますから悪くはないのかもしれませんが、周回用なのに周回適性がすごい高いかと言われたらそうでもないというのがちょっと懸念ではあります。まあ一応2ラウンド評価、丸評価はつけましたけども、どうかなという感じです。フリクエのステージレベル上げって今かなり緩和されておりまして、特に制圧戦で取れる経験値スタンプなんかで一気にステージレベル上げることもできますし、基本的には周回キャラは今1体持ってれば十分かなと思います。持ってる周回スタイルで回れるところで育成する感じでいいかなと。なんで周回用のね、神、しかも周回すごい特化してるわけではないとすると、まあいなくてもいいかなというのが私の正直な感想ではあります。特にダンターグとかね、持ってる人にとっては属性が半分被っているところもありますし、まあもちろんあれば嬉しいスタイルではあるものの、無理して引く必要はないかなと思った次第です。というわけで以上がラゼム編の私の評価になります。いやー、ダリアスはね、結構いいスタイルだと思う。そしてラゼムも、体術ラゼム持っていればそれなりに強そう。
ただ私は美課金でやっており、最近のガチャが多い環境では今まで以上にシビアに厳選する必要があるかなと思っていますから、このガチャねスルーしたいなと今は思っております。とりあえずおはガチャだけは引くんですけど、まあでもね、もちろん引きに行っても全然悪くはないですよね。ダリアス狙いで途中でラゼム来たらラッキーみたいな。ぜひね、皆さんがこのガチャどう考えたかというのもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。というわけで、このチャンネルではガチャが来るたびに詳細なガチャ評価というのをやっております。もし気になるという方はチャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。でね、ツイッターの方では、じゃあ実際結局どのガチャを確保したのとかはね、ツイッターの方でリアルタイムに上げたりもしてますんで、ぜひねツイッターの方も見ていただけると嬉しいです。また少しでもこの動画参考になったという方は高評価ボタンを押していただけますと励みになります。ではご視聴いただきありがとうございました。